ヒメハジロ、ヒメハジロ、学名、ブセハラアルビーラは、カモメカモカに分類される鳥類の一種である。北アメリカ北部で繁殖し、陶器はアラスカ南部からアメリカ西部、南部に渡り越冬する。日本では稀な冬鳥として、少数がライすることがあり、北海道や岩手県、茨城県で記録されている。全長32から39センチメートル。 翼海蝶54から61センチメートル。日本にトライしたウミガモ類では最小の種である。有成蝶の頭部は黒色で、光の具合によって緑色や青色、紫色の光沢が混じって見える。目の後ろから後頭部にかけては白色。背中と外側肩羽根は黒色で、胸から下尾ずつにかけては白色である。メス成蝶は頭部が黒褐色で、 方に楕円の白半がある首、胸、背中は黒か色食で、体の仮面は肺か色食。くちばしは灰青色で、足は白みがかった桃色。越冬時は内湾川口、大きな故障などに生息する。繁殖期は主に淡水域の故障や池の周囲に生息する。繁殖期にオスは頭の羽毛を膨らましたり、 頭を背に倒したりする QI ディスプレイを行う。植生は主に動物食。水中に潜って、甲殻類や軟体動物を捕食する。小さく、ガと、ぐるるという風に鳴く。日本では、稀な、名調なので、鳴き声を聞く機会は、ほとんどない。繁殖形態は乱生。水辺近くの軌道に映像し、巣は繰り返し使用する。 一腹八から九個の卵を産み、放卵日数は30日である。ありがとうございます。